デザインがね、華やかなりし時に横尾さんが何をしたかっつうと腰巻きおせんこれねもうね、だからね、いかに、まあ、これは 全体図なんだけど、はいはい、いかにそのなんか振り切ったやつで世の中、まあ、この辺りがその初期の代表作になってくるんだけども、うん、初期の代表作といえばこれもそうなんだけどねまあ確かにな、まあ、だからね、横尾さんしかもこれあれなんだよね、本気でこれがいいと思ってやってて、うんうんうん、本気度があるよね、みんながその割とそのウェルメイドなモダンアートとかをポスターでやってる時に商業美術の世界でこういうのやって殴りに行ってんだよね、うん、それがすごくてさ、ストーンズなんだね、これ見て、うん、脇毛生えちゃってるし脇毛は生えるし歯は抜けてるしさ、そうだね、それから有名なやつだと皇居のお堀でクロール